時刻は、夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です。今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、番組パーソナリティカットしない美容師中間君弘と、争わない弁護士工藤敦子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この番組はですね、日曜日の憂鬱な時間を、明日への希望へと変えていただくための番組となっています。はい、そして、番組では、メッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmgino1.com、 メールアドレス 797@fmgino1.com です。またですね、こちら視聴を見逃した方、YouTube の放送も、しています。YouTube から入っていただいて FM ギノワン日曜日の憂鬱で検索していただけると、ご視聴できますので、こちらも合わせてお願いします。お願いします。はい、お願いします。ということで、はい、始まりました。ゴールデンウィーク真っ只中、真っ只中です。はい、どうでしょう。まあ、今日に限っては、まあ、もう日曜日の憂鬱っていうじゃないでしょうかね。もうむしろもうなんか、ね、絶頂期ですよね。いい時の。そうですよね。ちょっとゴールデンウィークの初めの方なんで、また楽しいですよね。そうですね。ね、はい、これね、沖縄にも出かけてる観光客の方々多いでしょうね。そうですね、多いと思います。うん、一応調べたんですけど、はいはい、沖縄への、予約率ですね、前年比の 41% 増で32万人だそうです。おお、すごい。やっぱさすが沖縄って感じですね。さすがですね。じゃあ大勢の方が。そうですね、北海道もいろいろ事件があったんで、ちょっと沖縄の方に行ったのかもしれないですけどね。南に行きましたかね。そうですね。私実はこのゴールデンウィーク、はい、大阪にいるんですけれども、あ、はいはいはい、ね、ちょっとたまったマイルで飛行機取ろうと思って、はい、取ろうとしたんですけれども、私の半ばぐらいに帰ってこようと思ってたんですよ、ゴールデンウィークの。そしたら飛行機取れなくって、はい、1日早めたっていう事情があります。大阪から飛行機なんですね。新幹線。そうです、新幹線じゃなくて、ちょっとはい、羽田から大阪飛んでいこうと思ってて、マイルがなくなっちゃうんですよ、4月。ああ、なるほどなるほど。はい、そういう理由だったんですね。そうなんです。そう、はい、皆さんね、今年はだいぶちょっとコロナもね、前よりは落ち着いて動けるようになってるのかもしれないですね。そうですね、一応、まあ、明日は平日ということですね。月金が平日みたいですね。確かにそうですね。うん、お芝居いっぱい。中間さんはどうなんですか、このゴールデンウィーク。私はもう美容室なんで、基本ゴールデンウィークっていう言葉すら知らないぐらいの感じですね。何だっけみたいな感じです。そうなんですね。関東ではね、美容室って火曜日お休みじゃないですか。はい、今週はどうするんですか。今週も一応ですね、祝日であっても関係なく火曜日はお休みなんで。あ、そうですね、なんか不思議なんですけど、美容室って関東っていうか東京だけなのかな、火曜日が休みなの。なんか九州とか多分沖縄とかは月曜日なんですよね。不思議ですけど。不思議ですね。じゃあ明日お休みかもしれないですね、美容室。明日はそうですね。沖縄、沖縄、宜野湾は明日お休みのはずですね。ちょうどいいですね、じゃあ。そうですね。なるほどです。じゃあここで一曲聴いていただきます。HD48 で365日の紙飛行機です。はい。はい。はい、さてさて。ここからは、はい、ちょっと先週ぐらいからやってるお便りコーナーですかね。そうですね、お便りですね。お便りも今週もですね、多数いただいています。ありがとうございます。ありがとうございます。その中からですね、先週に引き続きですね、
東京都大田区のミスターパーフェクトさんから、感想をいただいています。微妙な質問を取り上げていただきありがとうございます。ラジオ中に読まれると嬉しいですね。酒の話がほとんど、今週も面白いですっていうことです。先週お酒飲まれるのかどうかの質問をしたんですけど、その質問のフィードバックはなかったみたいですね。はい、また次週そこ の回答いただけるとミスターパーフェクトさん嬉しいです。お待ちしてます。はい、はい、もう一つですね、埼玉県秩父の、ブラジルの精霊さんからのお便りです。おお、中間さん、敦子さん、お二人のラジオトークほんわかして思わず聞き入ってしまい、あっという間の30分でした。おー、ありがとうございます。中間さんの声がダンディーです。ありがとうございます。敦子さんがゆるっとしててとても良かったです。ありがとうございます。はい、ということで、お二人に質問があるのですが、洗うのも楽だし、食べ物も最後まで無駄にしないのに、どうしてお皿を舐めてはいけないのでしょうか。みんなでお皿をきれいにした方がよっぽど行儀がいいと思います。ダメな理由が全く分からなくて悩んでいます。お二人の力を貸してください。どういうあれなんでしょうね。すごい思わぬ悩みの深さだったんですね。そんなにこう悩んでたんだっていうぐらいの深い悩み、深い悩みでしたね。なぜお皿を舐めちゃいけないのか、はい、お皿を舐めちゃいけないのか、どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。まあ、でもよくね、こうおソースとかパンにつけて全部こう取ったりはしますよね。はい、そうですね、うんうん。なんか多分一番最初にルールを作った人が舐めちゃいけないんだよって言ったのが始まり なのかなっていう感じなのか、わかんないですね。でもインドだとやっぱ手で食べたりする文化があるじゃないですか。はい。はい、でもやっぱり日本だとまあちゃんと箸を使って食べるとか、うんうんうん、確かに、うん、やっぱその都度その都度その地域によってちゃんとルールっていうのがあっての感じなんでしょうかね。あ、そうですね。例えば日本ってこうお茶碗とか持つのが礼儀じゃないですか、はい、でもそれこそフレンチフルコースとかだとお皿を持たないのがマナーですよね。ですね。だから文化が違えばいろんなルールがあるってことですかね。そうですね。だから日本は結構すする文化ってあるじゃないですか。 ありますね、はい、あれ海外の人って多分外国人はすするってできないんですよね、うん、なんか特集とかやってたんですけど、うん、聞いたことあります、うん、であとはやっぱり、まあ、ヨーロッパなんかだと音を立てて食べるのはあんまりよろしくないっていう感じなんですけど、日本はそばとか思いっきり音立てて食べてますね、うん、はい、ね、その音立てるのが粋っていう感じですよね。ね、だからまあ結論としては別にお皿舐めてもいい文化を作ればいいんじゃないでしょうかね。ああ、なるほどですね。ですかね。この秩父のブラジルを作ればいいんですかね。はい、そうですね。ブラジルの精霊さんでしたね。そうですね。ブラジルの文化として秩父で流行らせればいいんじゃないでしょうかね。ああ、そうですね。うんうんうん。という結論になるんですけど、ということでお答えになってるでしょうか。またですね、このコメントについてもフィードバックをブラジルの精霊さんからいただければと思います。お待ちしてます。お待ちしてます。はい、はい、じゃあもう一件ですね。先週に引き続いてですね、山梨県南アルプス市の、くーちゃんさんから、自分の名前がつまらない、ちゃん付けができない、悲しい、そういう時はどうしたらいいんでしょうかっていうことなんですけど。どうしたらいいですかね。でもこのくーちゃんって名前もうついてますね、うん、ちゃんついてますし可愛いですよね。はい、もうこの時点でいいんじゃないでしょうかね。解決する感じがしますけどね。どうなんでしょう。ね、どうなの、ご本名は違うんですかね、じゃあ、うん、なんかでも自分の名前が嫌だっていうのって結構、うん、僕もやっぱ子供の時すごいあって、なんかトレンドの名前みたいなのってあるじゃないですか。 なんかこう呼んでほしい名前とかっていうのがある時に、はい、なんか自分の名前ちょっと読みづらいなとか、あ、なんか名前で言ってもらえる人って結構いるじゃないですか。はいはい、
多分ほとんどの人が名前で言ってもらえる、あの名字じゃなくて名前で言ってもらえるとはやっぱりほとんど嬉しいんだと思うんですよね。うん、嬉しいです。ただそれがやっぱり長かったり読みづらかったり滑舌がなんかちょっと微妙だったりすると結構その引っかかるんで、うんうんうん、まあ、ちょっとコンプレックスが出てきたりとか、あっていう、うん、感じがしますね。でも仲間さんはすごい名字の方が珍しいじゃないですか。はいはい、だからまあ、沖縄によくあるんですけどね。ね、そうなんですか。沖縄はもう仲間だらけなんで。え、そうなんですね。じゃあ、もう沖縄行ったら名前で呼ばれますかね、君広さん。呼ばれるっていうよりも、もうなんかまず仲間って名乗った時点で、沖縄なんですかって絶対言われるんで。そうなんですね。そうなんですよ。でも、僕の仲間って中間って書くんですけど、大体中間の仲間って沖縄にいないんですよ。はいはい、じゃあ、仲間由紀恵さんの仲間なんですか。あ、そうそう、あの人弁が作るんですね。そうなんです。その衝撃を知ったのが沖縄に行った時に、どういう自由の仲間なので、もう仲間がいっぱいあるんですよ。もうその沖縄の仲間って、もうめちゃくちゃいっぱい読み方、あの、漢字があって。はいはい。まあ、ある、なんかおじさんから、仲間ってどういう感じって言ったら中間ですって、それは沖縄にいないわって言われて、そうなんです。そっからちょっと自分のルーツ探ろうと思ったら、その中、僕の仲間中間っていうのはなんか鹿児島がルーツみたいなんですよね。どっちか鹿児島にはいるみたいな感じでやってたら、うんうん、あのたまたまですね担当したお客様がいて、その人も仲間だったんですよ。同じ全く仲間、中間仲間で、はいはい、なんかしかもやっぱ出身、うちのおじいちゃんが多分鹿児島なので、この出身の島が同じだったっていう奇跡が起きたっていう。すごい。はい。あ、じゃあやっぱルーツはそこにあるんですね。そうなんです。なんかすごい衝撃を受けた一回そのあって、はい、ただそのお客様もう2回目は来ていただいてないので、あ、その方がわからない。そうですね。そうなんですね。へえ、面白い。本当沖縄行ったらすごいすごい仲間だらけですよ。そうですか。はい。へえ。いろいろな字の仲間がいますね。でもこの漢字ではないんですね。この漢字はいないんですよね。その中間はいないです。人弁はいるんですよね。そうなんですね。面白いですね。そうなんです。私、あの、工藤生って割と青森に多いらしくって、青森県ですかって聞かれることはあります。でも工藤はもう結構メジャーな名前じゃないですか。ぼちぼちメジャーですよね。はい。全くが青森じゃないんですけど。でも青森なんですね。青森らしいですよ。うん、青森がルーツなんだ。でも私これまあ結婚してからのせいなので。はい。うん、別にでも全然青森関係ないですけどね。ああ。そうですね。工藤っていうともう工藤新一のイメージがめっちゃついてるんですけどね。そうなんですか。だからなんか。ありますね、それが青森って言ってもなんかピンとこないなっていう。確かに一番の有名人はコナンかもしれない。ね、見た目は子供、頭は大人っていう。うん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 。そうですね、そうですね。すごいキャッチフレーズで。本当ですね。ということでですね、なんか解決策、ちゃん付けできない、悲しいっていう回答はいかがでしょうか。ちゃん付けできない、ちゃん付けできない名前ってあるんですかね。なんですかね、うん、ちゃん付けできない、あだ名が欲しいのかな、なんか。あー、あだ名ね。あつこさんいいですよね、あっちゃんっていうあだ名がなんか定着してるし、まあ言いやすいですよね、あつこさんは。うんうんうん、まあそうですね、うんうん、じゃあメジャーなあだ名ですよね。メジャーなあだ名なんですけど。そうです、うん、そうですね、うん、うんうんうん、確かに。でも仲間さんもあだ名ってあります？あだ名はないですね。なんかあだ名ってもう大体名字で呼ばれるんで、うんうんうん、そうですね。なんか今はすごい名前は
もう全然自分の名前はいいとは思ってるんですけど、やっぱりなんかその4文字なので、うん、なんかこう3文字に憧れますよね。3文字に憧れるとか、なんか頭の1文字で読んでもらえるなんか数とかあるじゃないですか。なんかそういうこう、なんか読みやすいフレーズって、ああいうのにちょっと憧れたことはありますね。おお、そうなんですね。うん、そうなんですか。もういろいろですね。いろいろですね。いろいろですね。4文字いいと思いますけどね。4文字、まあそうですね。大人になればもうなんてことはないんですけどね。うんうんうん、まあ、そう言われるとね、なかなか、ね、女の子も子がつく名前がね、減ってたりとか。そうですね。まあでも、私はなんか、自分の名前気に入ってますけどね。はい、ああ、それはでも素晴らしいですね、あつこ。はい。そうですね、うんうん。まあなんか、画数でつけた名前らしいですけれども。あ、まあ、何かでもあれですね、名前とか名字ってこう中学生ぐらいに、なんかその例えば友達になった子とかクラスの子とかのイメージがすごいついたりしないですか。なんかなんとなくその人のこうなんか、まあ、ブランドっていうか、なんかその人のイメージでこうずっと行っちゃうみたいな。ああ、なるほど。工藤だったら工藤みたいな、仲間だったら仲間はこの人のイメージっていうので来るんで、なんかその人が例えばすごいイケメンの人だったら、やっぱりそのなんかイメージが良くなったりとか、なんかすごい可愛い子だったらその可愛いイメージがつくとか、はい、ありますあります。そういうのがそれありますね。この人生で一番最初に会った人のイメージになっちゃいますよね。なっちゃいますね。それを覆すのって結構やっぱ時間がかかりますよね。確かに確かに、そうですね。まあ、いい印象だったらいいですけどね。なんか嫌なイメージ持ってたりするとね。そうですね。また会った時大丈夫かなっていうのは。そうですね。だからなんか工藤さんはでもいっぱいいるから、いっぱいいるからあれですね。いっぱい。でも案外クラスに2人はいないみたいな感じですよね。ああ、はい、はい。あ、佐藤鈴木みたいに。そうそうそう。そういうの被りはないと思うんですけどね。うん。そうですね。まあ、でも、はい、くーちゃんの質問から。そうですね。くーちゃんの質問はちょっとずれたかもしれないですけど、うんうんうん、まあ、誇りを持ちましょうということで、自分の。そうですね。くーちゃん、どんなお名前でも素晴らしいです。はい、素晴らしいです。うん、あと、沖縄に行ったら仲間だらけです。うち情報ありがとうございます。はい、本当に、ね、あれなんですよ、3文字で作る仲間っていう字とかもあったりするんですよ。あ、仲間が全部違う感じなんですか。そうそうそう、おお、そういうのもあったり、面白い。じゃあ沖縄行きたいですね。そうですね、来週行きますけど沖縄に行ってちゃんと確かめたいですね、いろいろ。ちゃんとね、FM ギノアンで収録してみたいですね。そうですね、うん、もうすごい、本当に沖縄は常にでも旅行客も多いし、いいですよね、本当に、うん、いいですよね。32万人と、あの沖縄の方に今年旅行客がゴールデンウィーク期間中だけでいるっていう、その32万人に 入れない、悔しいですね、なんか。悔しいですね。こんなに毎週話してるのに。本当ですね。はい、いや、もう来年はぜひ。そうですね、うん。そこに入れるように。うん、もう一件一応読みましょうかね。はい、よりもう一件いっちゃいましょうか。はい。はい、はい、埼玉県の、741歳の魔女さんからです。まあ、これ感想なんであれなんですけど、はい、先週 あのラジオの番組に対してのコメントですね。ビールはご当地で飲むのが一番ですね。確かにっていうことです。先週オリオンビールの話したんですよね。あの沖縄で飲むオリオンビールは美味しい。そうです。あとタイで飲むシンハーとかね。シンハー、そうですね。日本のビールは日本で飲むのが美味しいって話でした、ね。本当ハワイで飲むのはやっぱりバドワイザーが美味しかったりします。ああ、なるほどですね。
なんか不思議なんですよ、本当に。で、タイでバドワイザーもう一応出してたんですけど、バドワイザーはやっぱ微妙なんですよね。なんか似てるんですけど、シンハービールと。確かに、どっちも軽いですもんね。軽い、はい。うんうんうん、もうなんか、日本でシンハービールとか、あとバドワイザーとか飲むと、なんかもう変な話、ちょっと第三のビールとか、そっち系に近いんじゃないかとか、ちょっと思っちゃいます。なるほどですね。そうかもしれない。むしろそうなんじゃないかとか思っちゃいますよね。実は、はい、実はもう日本の基準でいくと、なんかこうブランドがついてるから、ああいうなんか美味しそうに感じるけど、実はあの第3のビールとか、そういう第2のビールでしたっけ、そういう部類にないのかもしれないですね、うんうん、日本だと。ああ、そうなのかもしれないですね、うん、なんか、うん、そう、なんか感度としてはすごいやっぱ東京とロンドンが一番厳しいらしいんですよ。商品を開発して売り切って、その消費者の目線っていうか、目線の感度っていうのは。はいはいはい。だから東京とかロンドンで成功する商品っていうのは、もうどこ行ってもいけるっていうものみたいですね。あ、じゃあそうなんですね。はい。じゃあマーケットのあれですかね、お試しとかをやってるのかもしれないですね。そうですね。へえ、そうなんだ。うん、まあでもこの後ビールの美味しい季節ですね。そうですね、まあ、あの、うん、今日は本当あのお休みの、明日お休みの方もまだいらっしゃると思うので、今日はもうガンガン飲んじゃって、飲んじゃって、暑いし、はい、暑いし、うん、飲んじゃってください。はい、うん、というなんでしょうかね、はい、じゃあもうそろそろちょっと終わりが近づいてきましたが、はい、またじゃあ、ね、はい、工藤敦子の手相コーナー、はい、手相のことを一言お願いします。手相ミニコーナーですね。じゃあ人差し指の付け根のところに、人差し指、ね、はい、こう輪っかがつながってる方、人差し指の付け根のところに、はい、ところにこうね、こう 輪ができるっていうんですか、これ、あ、ソロモンの輪って言います。あ、ソロモンの輪、へえ。はいはいはい。なんかソロモン大王って動物とお話ができるみたいな方の由来ですけれども、はいはいはい、こう割とこう教え導くとか、はい、まあ、先生とかその人格者とか、あと占い師の方にも出る手相で、らしいんですが、これね、私両手あるんですよ。へえ、すごい。結構これレア手相だって言われて、はいはい、手相を見てくれた方が写真撮ってもいいですかって言って、はい、撮ってくれたっていう経緯があります。僕はちなみに出てないですね、それは。出てないですか。まあでも手相変わるんでね。そうですね、私も最近出てきました、はい、先週その横に一線つながってたらっていう話をした。はい、松掛け、はい、はい、松掛け、実際自分、あの、僕も敦子さんに見てもらったら大したことなかったっていうっていうのはあるし、なんかでもすごいですね、この手相の、あのコメントとかも結構いっぱいいただいてるので。おお、じゃあ続けていきましょうか。そうですね、はい、そんなこんなでお時間になりました。はい、お時間です。はい、はい、では明日は元気で楽しい日曜日ですか。楽しい日曜日ということで、はい、はい、皆さん、じゃあゴールデンウィーク楽しくお過ごしください。はい、はい、ではまた来週日曜8時にお会いしましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。